古用神社の九靴氏の舞と相撲は大分県中津市大技伊東殿の古用神社に伝わる人形による舞と相撲の神事である。1983年1月11日に重要無形民族文化財に指定された。奈良時代に朝廷の命により早との反乱の平定に向かった武全国の軍が戦場で九靴氏の舞を演じて早との気を引き、その隙に乗じて ハヤトの軍を攻めたことに由来するという。その後、戦死した、ハヤトの慰霊のために、宇佐神宮で、法上会が始められると、その際に、くぐつしの舞が奉納されるようになり、それが古洋神社に伝わったと言われる。同様の神事は、福岡県築城郡吉富町の八幡、古洋神社にも伝わっており、八幡古洋神社のくぐつの舞と相撲として同じく、 国の重要無形民族文化財に指定されている。神事は有国に始まり、まず久口市による舞が奉納され、ついで神相撲が行われる。久口市による舞は、雇用舞、舞の伴奏は雇用学と呼ばれる。3年に一度の10月12日に行われており、最近では2014年10月12日に開催された。2020年は、 中止2023年より10月第2日曜日に開催予定開始時刻夕暮れ時16時頃毎日新聞2014年10月13日ありがとうございます